相模トラフの位置相模トラフは関東地方の港沖にある海底地形およびそれに由来する現在活動中の沈み込み帯なフィリピン海プレートの北東端に該当し南側のフィリピン海プレートが北側のオホーツクプレート下に沈み込んでいるこの沈み込み帯のプレート境界断層では数百年間隔でマグニチュード8クラスの巨大地震が繰り返されている 相模トラフは大きく分けて、海底地形としての相模トラフと、テクトニクスとしての相模トラフ、プレート境界断層としての相模トラフに分類される。海底地形としての競技の相模トラフは、相模湾の二宮海底国の南端付近から、伊豆大島、暴走半島の間のトラフ強作部までの長さ約 50km のトラフである。トラフ協作部から、房走海底国の西端。 あるいは、鴨川海帝国の南端までの長さ約40から5 0トルのトラフ地形をアイガモトラフといい、海底地形の講義の相模トラフはこのアイガモトラフを含める。テクトニクスとしての相模トラフは、伊豆諸島地帯を生誕とし、日本海溝とのプレート、三重天を東端とする長さ約2 5 0トルの沈み込み帯である。 沈み込み体の相模トラフのデフォルマションフロントにあたる海底地形として、相模トラフ、相模トラフ、暴走海底国、暗望海底国、カツウラ海盆などが該当する。上板足が北のオホーツクプレート、下板足が南のフィリピン海プレートとなっている。プレート境界断層としての相模トラフは、相模サブダクションゾーンのプレート境界に形成されている。 メガスラストである。講義では、構図、松田断層などの分岐断層も含む。相模メガスラスト和のうち、深さ0約20から60キロメートルまでの部分は、地震性滑り領域で、関東地震などの地震が発生しているほか、九十九里浜沖では、数年間隔で、短期的、スロースリップイベントが発生している。また、想定されている首都直下地震の一つである。 東京湾北部地震はこのメガスラストの一部と設定している。フィリピン海プレート、太平洋プレート、ユーラシアプレート、北アメリカプレート4つのプレートが重なり合う複雑な構造を持つ。太平洋プレートは日本海溝で北アメリカプレートの下に沈み込んだ先でフィリピン海プレートの下にさらに沈み込んでいる。そのフィリピン海プレートは相模トラフで 北アメリカプレートの下に沈み込み、丹沢山地付近と房総半島東方沖の地下で盛り上がり、東京湾から房総半島にかけての地下で地下部くに反り曲がる複雑な構造となっている。この付近には東京湾北岸から関東平野東園にかけて太平洋プレートの断片があり、この断片はフィリピン海プレートと太平洋プレートに挟まれていると、 する仮説も発表されている。さらに相模トラフのすぐ西側には、ユーラシアプレートがあり、駿河トラフ及び南海トラフで、フィリピン海プレートがその下へ潜り込んでいる。相模トラフの陸地側延長線上、小田原市東部の構図付近からは活断層の構図、松田神縄断層帯があり、丹沢山地から富士山付近を古障に通過して、駿河湾に伸び、 伊豆半島西側の駿河トラフにつながっている。房総半島南東沖で、相模トラフ、日本海溝、伊豆、小笠原海溝の3つが出会う場所があり、フィリピン海プレートと太平洋プレートの境界で、双方のプレートが北アメリカプレートに潜り込んでいる単面でもある。この三重海河点においては、地震波が散乱される現象が観測されている。三重海河点付近は、 暴走深海国から供給される堆積物によって形成された震度約9000メートルのバンドウ深海盆に埋没しており直接観測することはできない。音響探査による観測の結果、三重海が点は相模トラフの最深部ではなくバン万カ深海盆の北端部近くのもっと浅い地点に存在すると推測された。バン万カ深海盆はほとんどが フィリピン海プレートと太平洋プレートの上にあり、北アメリカプレートにはほとんど乗っておらず、深海盆西部ではフィリピン海プレートが露出している。なぜ、見え替え画点が最深部にないのか、原因は判明していない。相模トラフ周辺は地震多発地帯として有名で、歴史記録に残る地震だけでも1703年に起きた、原禄地震1923年に起きた、 大正関東地震など、マグニチュード7から8クラスの大きな地震が繰り返し、発生している。総延長 250km の断層の2、酸が、活動したと想定すると、長さ 200km 幅 70km で、断層面積14000平方 km となり、この規模が活動した場合、放出エネルギーのモーメントは7.6021。 ナノメートルイコールもう8.1程度と考えられる。どのタイプの地震でも震源域の一部は陸上の地下にあるため、陸域でも直下型地震のような非常に強い地震動を発生させることがあるほか、海底での変異により大津波を発生させる恐れがある。M7 規模の主な地震は想定されている震源域は地震の様式はいくつかあり。 震源の深さの範囲はおおよそ3 0トルから8 0トルとなっている。地震のタイプは次のように区分されている。陸側のプレートとフィリピン海プレートの境界付近で発生するプレート間地震フィリピン海、プレート内部で発生するプレート内、地震フィリピン海プレートと太平洋プレートの境界付近で発生するプレート間地震太平洋、 プレート内部で発生するプレート内地震 M8 クラスの巨大地震では GPS 観測データからはおよそ200から400年周期、変動地形からはおよそ400から800年周期とする複数の仮説がある。しかし、歴史上で発生が確かなのは原独地震と対象関東地震の2例のみで原独地震以前の記録が極端に少ないこともあり。 正確な再来周期は不明であるため調査が行われている。発生間隔の調査は、主に海岸段丘の分布と年代に基づいて行われている。調査の結果、2012年の知見として、原禄型の発生時期は、約7200年前、約5000年前、約3000年前、西暦1703年の4回で、 対象型は原独型以外の時期に少なくとも11回分が確認されている。つまり、領域 A の三浦半島及び相模湾周辺の断層は大まかに約400年間隔で活動し、原独型の震源域とされている領域 B の房総半島南部州は約2000から2700年間隔で活動していると考えられる。しかし、 暴走半島南部では7000の9000年前頃の津波堆積物は100から300年間隔で観察されている。特に海岸断球に着目した場合、内棒と外棒で離水年代が異なることが見出され、99里にも別な年代に離水した断球が発見されており、新たな断層モデルの想定が必要となる可能性が示唆されている。想定される 巨大地震対象関東地震と原力関東地震の想定震源域地震調査委員会2004対象型関東地震相模湾の島崎を震源域とする陸側のプレートとフィリピン海プレートの境界面定格逆断層型原独型関東地震相模湾房総半島南東沖を震源域とする陸側のプレートとフィリピン海プレートの境界面 計画逆断層型。対象型の震源域に加えて、房総半島南東沖まで破壊が進んだ、連動型地震との見方もある。不明領域 C 単独型、領域 ABC 連動型。神奈川県、静岡県、山梨県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県南西部の各地域では、日本国政府と地方自治体で、 地震対策が練られ、それぞれの主催で防災訓練が実施されている。ありがとうございます。